よろしくお願いします。それでは今日も鬼殺しをさせていきます。相手は初段の方ですね。まず鬼殺し角道を開けて早速 KO ジャンプしていって、もうどんどん飛んでいきましょう。早いしだ。でお相手の方、中飛車に来たんですけれども、ここはこの歩を取らなかったので桂交換はできそうです。で銀の頭で叩きの歩叩いていきましょう。でここで角を取ることで王手香取りで香を取ることができます。でここでお相手の方も王手香を取りにして小回りとしては2歩損となってますが、でここで銀を狙うことで角道を止めつつ銀の両取りをすることができました。王の近くの銀を取ることに成功しまして桂も香も取れそうです。これで結構銀次はもう少し腕の立つ相手を当てん。